ダブルボーダーは1987年に公開されたアメリカ映画。ネオウェスタンアクション映画でニック・ノルティト・パワーズ・ブースが主演し、マイケル・アイアンサイド、マリア・コンチータ、アロンソ、リップ・トーン、ウィリアム・フォーサイス、クランシー・ブラウンなどが出演している。監督はウォルター・ヒル。脚本はハリー・クライナーとデリック・ウォッシュバーン。原作はジョン・ミリアスとフレッドレクサー。 エクストリームプレジディスはヒルがゲッタウェイで組んだサム・ペイ・キンパー監督の西部劇ワイルド・バンチへのオマージュである。どちらの映画も最後はメキシコの国境の街で大規模な銃撃戦が繰り広げられる。タイトルの由来は同じくミリアス脚本の地獄の目視録で有名になったターミネート・ウィズ・エクストリーム・プレジディスという言葉である。主人公のジャック・ベンティーンはホワキン・ジャクソンが モデルになっていると言われている。ノルティは、ジャクソンと一緒に、テキサスで3週間過ごし、レンジャーの日々の活動を学んだ。そして、その経験を、キャラクターのマナーや服装に反映させた。テキサス州とメキシコの境の近くにある街、ウバルデに、国境線を破るかのごとく謎の王国が築かれた。麻薬を、資金源として、急激に成長していくその国の主は、 ウバルデの保安官であるジャックの親友、キャッシュだった。画面に、テレタイプのメッセージが飛び込んでくる。ラリー・マクローズ軍曹、アメリカ陸軍、西ドイツ・フランクフルトから、テキサス州エルパソ、ゾンビ部隊への報告テキサス州エルパソの空港で、5人の、米陸軍軍曹は、戦死したと報告された兵士で構成され、極秘任務のために集められた、部隊、ゾンビ部隊のリーダー。 ポールハケット少佐と合流する。ジャック・ベンティーンはタフなテキサス・レンジャー彼の高校時代からの親友はメキシコに渡って麻薬密売をしている元警官の情報やキャッシュベイリーである。キャッシュはジャックを買収してアメリカに大量の麻薬を密輸する一方でそれを見逃してもらおうとする。しかし、ジャックがそれを断るとキャッシュは警告を残す。 見て見ぬふりをするか、死を選ぶかと。ジャックと友人の保安官、ハンク・ピアソンは、街外れのガソリンスタンドで、キャッシュの手下と銃撃戦になり、ハンクは死亡してしまう。ジャックは、キャッシュが自分たちをはめたのではないかと推測する。ベイリーの手下二人は、逃げようとするが、ハケット少佐は目撃者を残さず、車を盗もうとした彼らを殺させる。キャッシュは追って、 DEA 捜査官を伴ったゾンビ部隊が街に到着する。銀行を襲撃しようとしたところ、兵士一人が殺され、二人はジャックに捕まって拘束されてしまう。彼らが公式記録では死亡していることに気づき、ジャックは作戦を指揮していた DA 捜査官と対峙する。DA 捜査官は彼らが銀行を襲ったのはベイリーの金と、 彼が預けたすべてのドラッグマネーの口座が入った貸し金庫を手に入れるためだと告げる。ジャックはキャッシュを追い詰め彼の麻薬取引を終わらせるために兵士たちと一緒に国境を越えてメキシコへ向かう。キャッシュの別荘ではかつてキャッシュの彼女で今はジャックの恋人、サリタがジャックを追ってメキシコにやってきていた。独立記念日の祭りでジャックはキャッシュと対峙し、 兵士たちは、キャッシュの手下を攻撃する。ハケット少佐は、キャッシュの会計士を射殺するところを目撃され、自らが、キャッシュのパートナーであることを白状し、部下の一人に、任務はなかった、死ぬことを命じられたと告げるのだった。街では銃撃戦が繰り広げられ、ジャックとサリタ以外は生き残っていた。ハケット少佐とその部下はその過程で殺されてしまう。 ジャックとキャッシュは旧正王式の対決になり、キャッシュは降伏せずに銃殺されてしまう。キャッシュの右腕であるルポは、麻薬ビジネスを引き継ぎ、ジャックに、いつか、頼みを聞いてやるといい。ジャックとサリタは、先の見えない未来に向かって、歩き出すのだった。ありがとうございます。